はい、皆さんこんにちは、ウォンカです。今回は、まあ、僕が、声が出なかった時代のお話をちょっとしていこうかなと思います。過去にもね、動画出してるんですけども、概要欄に貼っときます。悩みの数7000あるよみたいな感じで、ボイスメモ7000ぐらい撮ってて、僕録音してるんですけども、練習してね、必ず自分の声録音するんですよ。で、聞いて、ここ違うなとか、ここがここと違うなとか、もうすごい研究する感じだったんですけども、ちょっとおさらいしてお話すると、僕の一番最初の状態って、じゃあどんな状態だったかっていうと、まあもちろんミックスボイス出てなかったんですよね。見てる方の中では最初からできたんじゃないんですかって言ってる方とかもいるし、ある程度歌えてたんじゃないですかって思うかもしれないんですけども、最初の状態は裏声は出ませんでした。カスカス、タバコの環境でずっと育ってたので、常に痰が絡む感じと、常に鼻水が出てる状態と、もう本当に声がガラガラで、体育の授業の1、2、3、4って貼るやつあるじゃないですか。あれすらも声出ない状態。もう全然声出ないっていう。裏声出ない、地声も貼れない、小袋さんの桜。名もない花には名前をつけましょうってワンフレーズ歌ったら、ちょっと待って、一回休憩していいっていう風にカラオケはマイク一回離して、ちょっと待って、みたいな感じでした。本当に。これは、本当に友達がいないのが残念、今。その方が今ここにいれば、なったねって言われると思うんですけども、そんな時代、ワンフレーズ歌いきれない。そして首がね、小さい頃からずっとこっちだったんですよ。過去の動画見ていただくとわかるけど、僕こうなってないんですよ、首喋るとき。だいたいこうやって喋ってるんですよね。首がね、こっちに行っちゃうんですよね。重いんですよ、こっちが。ここがすごい張ってて、今すごい直してるんですけど、頑張って。もう全然こっち行かないですよ、首が。こっちはこうやって行くんですけど、こっちはもう、ここまでしか行かない。ここがすごい凝ってて、すごいアンバランスの状態。だから、とにかく、何が言いたいかっていうと、声が出なかった。とにかく声が出なかった。おさらいにしたら長いね、これね。で、今、じゃあ今回どんな話かっていうと、ボイストレーニングをやってて、どんな感じで悩んでたのかっていう、まあ、お話なんですよね。で、音源があるので、まあどんな感じかっていうと、例えば、あーってよく僕やってますよね、いつも。これ、じゃあ、昔の僕どうだったかというと、2016年かな ?2015 年かな、こんな感じ。こんな感じで、自分でも笑ってるわ。自分では、できてないっていうのが分かってたんで、あれみたいな。でもうまくいかないんですけどみたいな感じで相談して、まあその当時もその当時で悩みはありましたけども、面白かったですね、自分の中で。できねえみたいなできねえみたいな。でもう一つあるんですけども、ミックスボイスってなんか楽な体感みたいな、裏声の体感とか、なんかそういうイメージありません？僕もあったんですけども、だからなんか本当は裏声なんじゃないか、裏声にこう閉鎖感を足してこう、みたいな出してる時の時期があったんですけど、その音源がこれ、裏声な感じなんですけど、それでも愛を求めの話したくない、こうなんかこう引っ掛けるような感じ、裏声に、こんな感じで出してた。どうか Save me、 こんな感じかな。でも実際はそれでも愛を求めた、こっちだと思うんですよね。それでも愛を求めた、こっちじゃないと思うんですよ。で、どうか stay with me じゃなくて、どうか stay with me、 こっちだと思うんですよ、僕は、どうか stay with me、 こっちだと思うんですよね、大丈夫ですよね、こっちです。どうか、どうか、どうか、stay with me。こっちの出し方だと、すごい高い方だったら、どうか、stay with me。このぐらいまでキーを上げると、あ、なんか自分は晴れてるんじゃないか、ミックスボイスできてるんじゃないかなって思えるような、発声の仕方になるから。でも低くなるともう、ヘロヘロしちゃう。あれみたいな。だから、なんか、完成点の部分ってやっぱ難しいんだよね、みたいな感じのまた考えがね、こういろいろ枝分かれしてって、難しいなとかなっちゃうんですけども、実際、
違うよねっていう感じなんですけども、まあ、僕もこうやって悩んでました。単純にこうなんじゃないかなみたいな、ああなんじゃないかな、すごいいろいろ試行錯誤はしてましたね。その当時ね、僕はですよ。で、今回ね、こうやって2つ、僕にも悩みが昔ありましたよって動画だったんですけども、だから見てる方も悩むのがまあ普通ですよみたいな感じの、内容っぽいんですけども、僕にこの悩んでた範囲があります。範囲、悩みって、そもそも範囲の話の前に、悩みってそもそも何かっていうと、できるものができない、だからできるようにしなきゃっていう、ここのプロセスの状態ですよね、悩み。なので必ず自分はできると思ってるのにもかかわらずできないから悩むんですよね。合ってますよね。空飛べないって悩む人いないですよね。大丈夫ですか？空飛べない、テレポーテーションできない、なんでだ、悩まないですよね。もちろんね、本当にできると思ってる方は悩んでると思いますよ、科学者の方でね。でも僕たち一般的な人間は空飛べないからなんで飛べないのかって悩まない。でもミックスボイスってみんなできてるから、自分でもできるんじゃないか、じゃあなんでできないんだっていうふうに悩んでると思うんですよ。ここの部分だと思うんですけども、そこで僕の範囲は何かってことなんですけども、練習をね、全然しなかったってことなんですよね。練習をやってるつもりだったんですよね。そこが結構大きいかなと思う、僕の中でだですよ。何かってことなんですけども、ミックスボイスをどうやっていかに今の自分の状態で出すかをめっちゃやってた。そっちの方が手っ取り早そうだから、早くミックスボイス習得したかったから。だってミックスボイス習得がゴールじゃないんですもん。ミックスボイス習得して歌を歌えるようにして、その歌をなおかつもっと高いクオリティにするっていう、もう3段階ぐらいの目的があったのに、今1段階目スタート地点にも立ってない状態、焦るよね、だからね。だからミックスボイスを、はぁ、こっちのここに感覚で出せば、はぁ、出るかな、はぁ、もっと閉鎖感つけた方がいいのか、はぁ、閉鎖感が強すぎる、じゃあ息漏らした方がいいのか、はぁ、とか出してたわけよ。できるわけがないんですよ。じゃなくて、練習をおろそかにしてたんですけども、何の練習かっていうと、まあ、基礎練かな、僕の中では。閉鎖感であったりとか、あとはこう空気の抜き方であったりとか、呼吸の練習とか、横隔膜を動かす練習とか、まあ、肋骨を柔軟にするとかね。口の動きとかね。あとは舌の動きとか、あとは滑舌の動きとか、いろんな練習があると思うんですけど、そういう基礎があって、あと体のケアですね。あとは心のケアとかもあるんですけども、まあ、すごい細かく言っていくと、もうどんどんいっぱいあるんで、あれなんですけども、そういう細かいところが、うまくできてなかったかなと思います。もちろん人によっては、いやいやいやと、もう、ミックスボイスを出すための筋肉っていうのはもうあると。あるんですよ。だって存在してますよね。練習してったらミックスボイス筋がここら辺に浮き出てくるから練習して目安にするといいよって話ではないですよね。ミックスボイスができるようになるとここら辺にほくろができてっていう目安があるわけじゃないですね。もうあるものをいかにどううまく使うかでミックスボイスになるかなので、もちろん人によっては、いや、もう持ってるから今の現状でいいんだよっていう方もいるかもしれない。その方もいるしね、なんならね。でも、その方じゃない方もいるんですよね。いや、その現状じゃミックスボイス出ないよって。まあ僕は、その音声を聞けば、顔を見れば、体の状態を見れば、全部わかるんですけども、あ、この方だったらミックスボイス出そうだなとか、この方だったらミックスボイス出ないなとか、全然わかるんですけども、そう。なので、見てる方も、今、ミックスボイスを一発でやろうとしてるんであれば、一回ね、遠回りかもしれないけど、基礎練を練習したりとか、再生リストの、今からボイストレーニングを始める方へっていう動画を見たりとか、もしくは完成点をなくす動画だったりとか、ハミングからミックスボイスを作るとか、一発で当てようとしないで、どっかからこう作っていくような練習をしていくといいかな。地声からとか裏声からとか、なんかそういろいろあるので、僕の動画を見ていただいて、まあ参考にしていただければと思います。はい、まあこの動画を見てね、あ、ウォンカさんもそんな悩みがあったんだ、じゃあ僕ももう少し頑張ってみようかなと思った方はグッドボタンお願いします。はい、もしくはね、もっとね、改善動画を出せと思う方もグッドボタンお願いします。こんな、あなたの情報はいらないからと、何をしたらいいのか出せという方はね、グッドボタンお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はぜひお願いします。失礼します。